ラゾーナ川崎東芝ビルは、神奈川県川崎市幸区の再開発地区ラゾーナ、川崎にあるオフィスビルである。JR 川崎駅西口にはかつて、東芝堀川町工場があり、2000年に閉鎖された、あとは再開発事業が進められた。2006年に商業ゾーン、ラゾーナ川崎プラザ、2007年に住宅ゾーン、 ラゾーナ川崎レジデンスが竣工した後も、南西の一角はしばらく駐車場として利用されて、北が野村不動産とンレック東芝不動産により2011年7月に新たなオフィスビルを着工、2013年3月に竣工した。超高層建築物とはせず15階建てに抑え、代わりに平面を一辺81メートルの正方形とし、オフィスフロアの基準外面積2 0 0一望。 延べ床面積10万平方メートルを超える日本最大級のオフィスビルとなった。立方体に近い形状にすることにより、表面積を約30%削減した。総工費は土地代を含め500億円弱で、坪あたりの建設費は60万円と、都心の平均的な超高層ビル90万円から100万円に比べて軽減されている。外観はバルコニー。 エコシェルフと縦のルーバーが特徴的で、エコシェルフは日照遮蔽と設備スペース、避難経路の役割を持つ。フロアの中央部には共有空間、イノベーションスクエアと吹き抜けの階段、イノベーションボイドを設け、オフィスワーカー同士のコミュニケーションの場とした。ビムズを投入し、画像センサーを用いた照明、空調管理や、 建物高さを抑えたことによる垂直移動のエネルギーを軽減。2005年度の東京都の一般的なオフィスビルに比べ CO2 排出量50%削減を実現した。これらの環境対策により、キャスビー川崎では S ランク日本政策投資銀行による環境認証制度 DBJ グリーンビルディング認証では最高ランクのプラチナの格付けを取得した。 BCP 対策として、免震構造を採用し、共用部とテナント部にそれぞれ72時間電力を供給できる1500区場の非常用発電機に機、大容量の浄水、雑用水受水槽を備える。歩道沿いや屋上は緑化され、川崎駅とはペデストリアンデッキで接続されている。本ビルは2014年にグッドデザイン賞、2015年に 電気設備学会賞技術部門施設奨励賞を受賞している。全フロアを東芝が一括沈借し、スマートコミュニティ事業部門約7800名が就業する。1階に車寄せ、3階にゲストエントランス、ワーカーエントランスとミーティングルーム、4階にカフェテリア、5階から15階にかけてオフィスのフロア構成となっている。2階には、 幸い区小向会東芝町の東芝科学館から移転した東芝未来科学館が2014年1月31日に開館した。また、東芝キャリア、東芝デジタルソリューションズ、東芝インフラシステムズ、東芝エネルギーシステムズ、東芝エレベータが本ビルに本社を移している。ありがとうございます。